ハロー、皆さんこんにちは、あずちゃんです。たくたんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今日は台湾のカップラーメンをふんだんに食べさせたいと思います。お、そう、違うの？そう、違う、ちょっと違うの。2種類があって、うん、1つ目はこれですね。ライクの川辣牛肉口味、ちょっと辛い牛肉味。辛い牛肉ふなるほどね。これはちょっと小さいので夜食には最適です、ね、まあ確かにね、うん、夜食食っただけで太ると思うけど開けます。油とこの調味料、あ、最初は一緒にどっちも入れる。油先に入れるんだ。そう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 、日本と違うでしょ。そこは違うわ、うん、大体そこに最初入れて、でこの油を上にやって温めとく。台湾は一緒に入れる感じが多いから。へえ、うん、でもこの画像めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそうでもちょっと辛いよ。私の父さんは最近すごいこれハマってて。でもトルーちゃん最近ホイコーローも撮ってたから、夜にこの動画見た人はお腹減っちゃうね。確かに、ちょっと夜アップしない方がいいおお、美味しそう。中華、中華って感じだよね。辛そうな匂い。でも前なんか三原さんのチャンネル見て、なんかじゅんちゃんがそのカップラーメンの調味料とかいつも最後入れるの。そしてその下のコメントが、なんでじゅんちゃんが先に入れないのってコメントがあった。そして、あ、確かに日本と違うなと思って。じゃあ次これですね。これが一番文旦に食べてほしいもの。这个就是我们台湾人都知道的花雕鸡面。これは鶏肉と漢方薬の薬剤とちょっとお酒が入ってる、うん、あ、入ってんだ。そう、お酒。へ、これなんて読むの。花雕鸡面。花雕、花雕、花雕、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 花雕、花雕。見て見て、お、でかくない。あら、なんかあの金持ちのさ、うん、髪の毛みたいなんで？なんかビーンってなって。なんで金持ちはこういう髪してんのこれなんかヨーロッパのベルサイユのバラみたいな、ね、ここに熱量とかあとタンパク質とか、うん、いろいろ、まあ、日本みたいに書いてるんですけど、うん、2つあるんだよね、うん、317と473。これって何が違うの、うん、あ、これが、これは1個は317エネルギー、うん、それ100、キロカロリーね。そう、100g は473。あ、でも 100g で473。そう、でもこれ1つは 67g しかないから、あー、だから317しかないですよって、これ自体は。そう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 。でもなんでこう書くの、私ね、わかんないよねでは今2つとも入れたので、今からお湯を作りたいと思います。よし、行こう。看看我们的这个碗めっちゃでかい。 UFO みたい。ズンズン、食べてみ。まず混ぜないと。あー、でも辛そうだな、うん、どう？うん、美味しい。でも辛さは後くる。好吃、好吃吗？好吃啊，太好了。お、濃いそう。うん。ほら、鶏肉入ってる。本当だ。しかも結構でかいよ。おお。すげえ、めっちゃ入ってんじゃん。そう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 。刚才文丹问我这是什么？这是枸杞啊，漢方薬剤。味ある。うん、体にいいものかな。まあ漢方薬だもんね。そう、元気するやつ。よし、じゃあそしたらまずこのチキンを食べようかな。うん、味ついてる？味ついてる。おいしい？うん。ルーちゃんと付き合ってこれもちょっと文化の違いかなと思ったのが、すすらないよね、麺を、うん、すすらない。まあやっぱりするのはあんま良くないって教えられてるのかな。台湾の人でそういう人はいる？あまりいないと思う。やっぱりないんだ。でもよく台湾の記事でなんか日本人は、うん、なんか音が立てば立つほどで店の人にこれ美味しいって感じが伝えてる。そう、なんか美味しいって感じさせるよね、うん、でもなんか日本人は周りを結構気にするじゃん、うん、じゃあなんでその音立っていいのとか、他の人の邪魔にならないのっていう質問みんな持ってる。確かにね、うん、美味しい？どれが好き？
俺どっちも好きだな。然后顺便跟大家说，我是来日本才知道有这种快煮壶，因为我在台湾家里都是用水壶放在瓦斯炉上面烧，所以我来日本就哇，这是什么科技，这么技术这么高超的东西，我就吓一跳。あ、ドリンク。本当だ。ちょっと音か。ちなみに最近よく文章がネギクレパイ作ってとかよく言うね。ネギクレパイめっちゃうまいよ。しかもルーちゃん作ってくれるしさ。今まで一番好きな台湾の食べ物？そんなに？あれに卵ベーコン入れたらめっちゃ美味しいね。じゃあ今度台湾に行ったらいっぱい食べよう。ごちそうさま。美味しかった。よかった。文章結構好きになってくるのはすごい美味しかった。だって俺全部食べたよ。他真的全部都吃光光，他完全没有剩，只是他没有喝而已。美味しかった。よかった。以上今日の動画でした。然后呢，因为我二月的时候会回台湾一趟，回台湾过年，然后应该也会买一些台湾的东西带回来日本给文章吃。那如果大家觉得有什么东西一定要让文章吃吃看的话呢，都欢迎在下面留言告诉我，那我就买给文章吃哦。皆さんどしどしコメントして僕に美味しいものを食べさせてください。ね、お願いします。お願いします。如果说你们喜欢这支影片的话呢，都欢迎你们帮我们按一个赞，然后订阅我的频道，开启铃铛，接收最新的通知。然后不要忘记追踪我的 Instagram 哦，我的 Instagram 在这里，账号在这里。那我们的日常都会更新在我的 Instagram 上面，欢迎大家来 follow 一下下。那我们就下次影片再见喽，拜拜，拜拜，拜拜 ，See you next time， 拜拜，拜拜。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。